皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回は都内某所に来ております。今日は実はですね、トムスさんから土井さん面白いものがあるんでちょっと見に来てくださいよということでやってまいりました。中に面白いものがあるみたいなんで行ってみましょう、はい、で今回案内してくれる田村さんとトムスの中の人、偉い人、谷合さんです、はい、こんにちは今日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、でいきなり動画始めると、まずなんでボンドとトムスっていうところだと思うんですけど、先に言っておきますけど、今回これ企業案件じゃございませんもし企業案件だとしたら、うちが多分お金払わなくちゃいけないやつなんで、はい、もう単純に僕の趣味というか興味本位で見せてもらうという、はい、今日はこれです、はい、トムスのフォーミュラカレッジってのがありまして、今日はここでシミュレーターの開発やってるんですね。でトムス今いろんな新規事業やってるんですけども、それを今日は土井さんに体験していただこうと思って、はい、見てみたいと思います、はい、ご覧ください。はい、すげえやらせダメ絶対のボンドチャンネルなんで、はい、先に言っちゃいますけど、僕見るの2回目3回目なんですよね。なるほどこれが今回トムスさんが開発されたレーシングシミュレーター。そう、はい、でこれは一番大きいやつなんですけど、今トムスで3種類シミュレーター作ってて、厳密に言うと7種類あるんですけど、今ここには、2種類かな、これが一番大きいやつ、それからこれがね、こっち側なんですが、これがね、シミュレーターに特化したもの。つまりどういうことかっていうと、こっちの大きな球体はレーシングシミュレーターだけじゃなくて、いろんな汎用なんですよね。例えば空飛んだりとか、旅行に行ったりとか、いろんな体験ができる装置なんです。もう情報量が多すぎて全然ついていけないですけど、はい、そもそもそのシミュレーターっていうところがトムさん の, そのレーシングのところからの入りなんですよ。これもともとはね、はい、キューター好きに僕が作ったんですよ。でトムスと関係なく、あ、そうなんでしたっけ、関係なかったんですよ、はい、でそれがあって、でこれ面白いからトムスのシミュレーターと合体させたらいいんじゃないのってなって、こっち側は今トムスの作ってるんですね。でこれとか、これはもともと僕が作ってあったってことです。それをじゃあ合わせ て, て合わせてシミュレーターにしてるって、はい、でいろいろレーシングだったりだとか他のものにも使えるものをシミュレーター、もうとにかくこの球体っていうのがすごいんですよね。球体がすごくて、これ球体に映し出すってすごい面倒くさいんですよ。だそれをこう簡単にしたところが僕の特許なんですけども、でこれを使って、いろんな人に、手軽に乗っていただきたいと思ってこれを作ったんです。で今回乗せていただけるってことなんで、はい、乗ってみたいと思います。そして今回僕だけじゃなくて秘密兵器を2人連れてきましたんで、ボンドの秘密兵器、はい、ちょっとその2人の乗ってるシーンも撮りたいと思います、はいはい、よろしくお願いしま す, お願いします。この空気の読めない格好なんですけど、まずこの僕のフォーマンボディだとここに入るのかどうかっていうのが心配なんですけど、はい、あざます。足入れちゃって、はい、よいしょ、いいっすか、よいしょ、すげえ、周りが見えないです。でまずこの4点が早々締める機会ないじゃないですか、はい、うん、このもうちょっと押してみますか。あ、このぐらいいいですよ、ね、かかとが、はい、そこです、はい、こうですね、はい、いや、まずまっすぐ走らせる自信もないです。はい、僕らやってるんですよ、はい、実際にホームラン界に乗れるという体験があるんですけど、はい、この姿勢がびっくりしたわけですよ、はい、こんなので運転できないってみんなパニックになっちゃうんですけど、まずシミュレーターで一回乗っておけば結構大丈夫なんです。ああ、なるほど、まず姿勢に慣れてもらって、操作に慣れてもらって、はい、動きに慣れてもらって、はい、もシミュレーターでやっちゃおうと思って作りました。まず入り口のところですね。そうです、はい、まず入り口すらまともに走れるかどうか。さあ、いや、どう、え、これちょっと待ってください、どうすればいいですか。え？で、今ちょうど乗るともう視界の入ってるところ全部モニターっていう感じ。普通のシミュレーターだと多分上とか下とかでモニター以外が見えちゃうと思うんですけど、基本的にこう球体なんで視界はもう全部モニターっていう感じですね。釣りそう頑張ってください。わかりました。はい、アクセルは普通に踏んでいただければ、はい、そこでも進んじゃうので、はい、
ってください。わかりました。何も分かってないけど分かりました。じゃあ富士50秒ぐらいで回っていきたいと思います。ちょっとちょやばい、これちょっとハンドルの戻ってくるのとか、これ臨場感がやばいです。そしてハンドルにすごい手応えというか、うわブレーキがまずあの富士を走ったことがないんでコースがそんなにはわからないです。このちょっと運転しながら説明できないです。これ臨場感がまずやばい。そしてちゃんとハンドルとかにも全部戻ってくるんでクラッシュいたしました。一周回ればいいですか。これやばい、もう汗だくっす。疲れますよね。めっちゃ疲れるっす。もう集中しすぎて喋ってる余裕ないし、ハンドルめっちゃ重いし、全部返ってくるじゃないですか。変速ショックもそうだし、ブレーキングもそうだし。ありがとうございます。これはすごいまず出られない。お疲れ様です。足がプル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 になっちゃう。これはやばい。ちょっとマジで汗かいた。もう腕パンパンっす。お腹もすごいし。で、まあ、今乗ってて喋ってていただいた通りだと思うんですけど、まず怖いでしょ。怖いっす。怖いし疲れるっていうのが、疲れるっす。これがその要はシミュレーションできてるってことで、怖くないし疲れなかったら実際のそのレーシングカーのシミュレーションできてないですねっていうところなんで、まあ、本当にこれで練習してもらうとどんどん上手くなるし、だって今さっきタイムも上がってきましたよね。確かに、ね、はい、乗り方も分かって癖が分かって、でリアが出そうな感覚とか、はい、分かります、分かります。逃げる感覚とか、はい、すごいよく分かります、はい、っていうシミュレーター。これシミュレーターのなんか体験したことない恐怖感と、あとシミュレーターだから安心だなっていうどっかの安心感がこう合わさって、すっごい不思議な感覚でずっと運転する感じ、ね、ありがとうございます。で今日はあの秘密兵器の2人にも乗ってもらおうと思ってますので、はいはい、いいですかね。いいですよ、はい。じゃあここからはうちの秘密兵器2人で
このシミュレーターのレコードを作って帰りたいと思います。まず秘密兵器、いつものカメラマンです。カメラマン、実は経歴がカートで海外留学もしてて、最後フォーミュラーまで乗ってるというとんでも逸材が、今日集合ねって言ったらちゃんとグローブもしてくるという。そしてこの後にももう一人秘密兵器が控えてます。じゃん。東京店です。はい、いつも東京店で車両紹介一緒に撮ってる池田くんです。実は池田くんもカート経験者、フォーミュラー経験者ということで、今日じゃあうちのカメラマンに勝ってってください。はい、でこれ説明聞いたら、この横まで映ってるんで、この速度感がやっぱり平面のモニターと全然違うっていう。でもなんとなく自分でこうブレーキ踏む感覚とかハンドル切る感覚とかが何周か回ってるとだんだん分かってきて、ぶつからなくなったりとか、はい、コースアウトしなくなったりとか。じゃあ早速カメラマンが爆走したいと思います。リアルにグローブして運転してるからね。ステアリングに戻ってくる感覚やばくない？もう運転に集中してて。これ一般の人が乗ろうと思ったら、そのフォーミュラーカレッジに入ってもらって、まあ、そのカリクラムの一環として乗れる感じですよね。そう、まあ、本当は公開してもいいんですけど、はい、まあ、やっぱりちょっとね、大掛かりな機材なんで、はい、運用がね、今ちょっと難しくて。なるほど。だからフォーミュラーカレッジでもっと上手くなりたいっていう人向けにサービスやってます。なるほど。ただこれ買えるんで、はい、売ってますから。ちなみにお値段を聞いてもいいですか？これね、大きい方でね、だいたい7000万円ぐらい。7000万円。ポルシェのね、はい、GT2RS とか買って、はい、3000万じゃ買えないじゃないですか。はい、で富士スピードウェイに行って走ろうと思っても、タイヤもブレーキも消耗するし、そもそも危ないし怖いし、一発事故ったら廃車だし。でもこれだったら上手くなるまで徹底的に乗れるし。確かに消耗しないっていうのいいですよね。そう、で事故の心配もないし、行く手間もないし、すごい合理的かなと思うんですね。確かに、まあ、コースだったり車はアップデートすれば行けますからね。どんな車が乗れちゃいますか。ちなみに今ラップ44秒一番速いので。どう？めっちゃ疲れました。やばいよねこれね。フォーミュラー経験者のカメラマンもすごい疲れるっていう。臨場感ある？臨場感めちゃくちゃあるみたいです。じゃあカメラマンのベストラップが1分44秒ということで、続いて秘密兵器池田くんも乗ってみたいと思います。疲れ方も本物と同じですね。あ、そうなんだ。やっぱり腕がこうすっごいハンドル持ってかれるじゃん。常に細かい修正で。あ、だってお腹にこう力、ポジションが同じなのもあるかもしれないけど、お腹にすっごい腹筋に力がこう必要になる。じゃあ池田くんお願いします。喋る余裕ないと思うけど、どう？視界がガラスですね。じゃあ集中してもらいたいと思います。これやっぱり横と上があるの、特に横があるのだいぶ経験者としても違う。のめり込めます、ね、没入できるよね。さすがだな、やっぱり経験者全然違うな。俺だって回ってくるのが大変だったもん。どう、視界がおかしいですか。どうブレーキ踏んでいいか分かんないし、どうハンドル回していいか分かんないし、でもなんか3周ぐらいすると、ああこんな感じねっていうのがなんとなくこう。池田君も同じぐらいで回ってるよ。はい。
同じぐらいで回ってるよもう余裕余裕シートポジションミスった、もうちょっと高い方が良かった もうガチじゃん、もうじゃあポジション調整して再チャレンジってことで、本気じゃないですか。でもすごい視界は本当にリアルね。めっちゃリアル。横あると全然違うよね。体がね痛くなる、ちゃんと。なんかね、もうゲームセンターの延長線上だと思ってたらね、もう大間違いだね。全然レベルが違う。1分44秒かな、でも。はえー。チームボンドはまあまあでした。素晴らしいですよ。ここまで初めてで乗れる人なかなかいないです。本当ですか。でも出るしかないですね。レースに。出よう。行きましょう。こっちは軸がこう少なくてモニターももうちょっと、はい、高さが全然違うんですよね。これだとね 2.4 メーターの高さなので普通のご自宅にも入りますしね。なるほど、まあ、ご自宅にまあまあそう、高さだけで言えば、高さだけで言えば、はい、なんであのどこでも置けるように作ってますので、はい、ショールームとかだとこっちがいいんじゃないですか、ね、さん。新しい葛飾店あたりそうですよね、はい、置いていただくと東京でもいいじゃん。車1台分ぐらいスペースがあればいけるんで、いいんじゃないかと思いますね。お値段もこっちだったらリーズナブル。これだと3000万ぐらいですね。あとはね、これフォーミュラじゃないこういうあの一般のこんなのもあるんですよ、はい、なんでこれだとね、まあ、例えばフェラーリオーナーとかがフェラーリで走りたいってなった時にこうフェラーリ仕様できるし、2人も乗れますしね。乗れる。ハンドルも右左が簡単にできるということで、いろいろこっちでもいいかもしれないですね、ボンドさんね。ああ確かに、ね、感想をものすごく練習になる、リアルでしょ。でもなるよね、これはね、はい、なんかゲームセンターの延長線上じゃないよね。全然違う、全然違う。実写に本当に俺乗ったことないけど、うん、乗った経験者のこの2人もかなり実写に近い。実際多分見てわかると思う。本当に使ってる部品部品もペダルもそうですし、やっぱり実物の実車のものと同じレーシングカー使っているようなペダル使っているので、全然フィーリングもやっぱいいですし、ただまああとその球体の液晶でだいぶ僕はそんなに違和感なくすぐ慣れたんですけど、やっぱりこうシミュレーターっていうところでリアルの現実とちょっとそこでギャップが生まれる可能性はあるので、うんまあ、すぐ慣れると思います。なるほど。それだけリアルです、うん、もう実車と同じように疲れるっていうのがまさにそれを証明しているから、はい、こんな感じでした。さあここからはトムスさんにデモカーも用意してもらっちゃったんで、デモカーの紹介もさせていただきたいと思います、はい、すいません、いつもズズーしくて。いえ、とんでもないです、はい、ここからはちょっとストリート向けな車、はい、実車の方を見てもらいたいと思います、はい、こっちからいきますか。はい、はい、こちらがトムスさんのコンプリートになっているヤリスということで、はい、そうですね、GR ヤリスなんですが、こちらですね、モデルの特徴としましては、あの WRC ドライバーの勝田さんのですね、まあ、以前にあの弊社 あのレーシングドライバーでもあったんですが、彼が、GR ヤリス、まあ、ラリーも走ってるのでエアロパーツを作りたいっていう話を、まあ、弊社の方にいただきまして、まあ、それだったら一緒にコラボして作ってみないかっていうことで始めさせていただいたプロジェクトでして、もうあの特徴としてはリップスポイラーではなくてバンパーごと全部。あ、なるほど、はい、これはもうバンパーごと変わってる。フルバンパーで交換なんですか。はい、フルバンパーなので、まあ、GR ヤリスとしては珍しいタイプになるんですね。なるほど、はい、でもレーシングドライバーのそのそうですね、勝田さんの、はいはい、デザインコンセプトをあの受け継ぎながら、まあ、お互いにここはどうこうっていう。なるほど、はい、
というところを探って作ったデザインですね。非常に攻撃的なデザインで、これ別パーツにはなってなく、はい、塗り分けなんですね。塗り分けなんですよ、はい、塗り分けであえてちょっとリップスポイラーっぽく見せてるんですが、実際はもう全部バンパーごと変わってるタイプでして、これすごい裏側というかこの下まで全部、はい、下はさすがにこだわってできてるんですね、はい、なるべくフラットな感じにしてダウンフォースを稼げればっていうデザインにしてますね。結構見た目だけのエアロパーツだと、はい、ここで切れちゃってるのとかっていうのもあるじゃないですか、はい、正直そういうのも多いと思うんですが、やっぱり弊社の方は元のベースがやっぱりレースをやってる企業ということもあるので、そこら辺はこだわってやっぱ空力とかは、まあ、見えるだけのエアロではなくて本当の意味でのエアロパーツっていうのは目指して開発はしてます、うん、ちゃんと奥まで全部そうですね、結構奥の方まで、はい、入っているので、まあ、ここまで入っているのは結構珍しいかなとは思います。そしてこの辺ダクトがついてたりとか、はい、ちゃんと純正のブレーキダクトに続いている形になって、そうなんですね、はい、ここら辺もちゃんと機能性は失わないようにデザインをしてます。あと全体的な造形がすごいです。一体感もあるし、ありがとうございます。あとクオリティがめちゃめちゃいいんで、はい、ありがとうございます。安価なエアロあるあるのこうほぼした感じ全くなく、本当に純正オプションみたいな。そうですね。でやっぱり弊社の部品はボンドさんはもちろんなんですけど、まあ、トヨタのディーラーさんとかでも扱っていただいているので、特にチリとかそこら辺のクオリティはかなりこだわって作ってますので。そうなんです。チリめちゃめちゃいいですね、はい、ありがとうございます。この辺の横だったりも、あとはこの辺のサイドディフューザータイプが全部こちらが弊社の部品、これが、はい、変わってます。これもちゃんと全部奥まで、はいはいはい、やっぱりここら辺はやっぱり作るときに弊社の御殿場の、まあ、レースの工場の方の意見とかを取り組んだりして、まあ、下もサイドもここまであった方がいいよっていうのは聞きながら一応デザインを進めてますので、やっぱりちゃんとつける以上効果的な部品というのを目指して開発はしてます。ボリューム的にはそんなにこう厚みがあるパーツじゃないんですけど。そうですね、エアロパーツをつけるとどうしてもゴテゴテしたイメージが出てしまうので、うん、敬遠される方もいるんですが、僕らは、ちゃんと効果的ではあってちゃんと街乗りもできて、あまりそのコインパーキングの下から上がってくる駐輪とかあると思うんですけど、あんま気にしないような高さとかっていうのは考えて設計はしてますね。使い勝手もなんか損なわなそうな、ありがとうございます、絶妙なサイズ感のサイドスカートもついてると、はい、あとは後ろですかね、はい、あとは後ろですね。ちょっと後ろがかなり特徴的な、後ろすごいっすねこれ、はい、まあ、これを、ディアのウイングは僕らの予想以上に海外の方でかなり、あ、そうなんですか、はい、今特にヨーロッパとかの方でご好評をいただいてまして、海外の車だとエアロとかだと結構下がやっぱり擦っちゃったりして敬遠される方が多いみたいで、なるほど、むしろちゃんと上の方にエアロパーツをつけたいという需要もありまして、うんうん、でちゃんとこれもエアロとしては効く形状にもちろんなってますの で、やっぱ WRC とかそういうイメージしたデザインを加味しながらちゃんと機能性があるという形状にしてまして、確かに大きいなんかこのルーフのウィングって WRC のなんかイメージしますよね、はいはい、そうですね、これはだいぶそのラリーカーをイメージした形のデザインにはなってますね。でこれ真ん中抜けてて、はい、こう足が2本で足が2本、はい、両サイドもくっついてるね、はい、でちゃんと、まあ、これは結構穴開けてビス止めしてるんで、はい、やっぱりここら辺空力でだいぶ剛性がないと、あ、そういうことですね、動いてしまうんで、そこら辺はちゃんとビス止めして剛性をきっちり出してしっかり止まるような形状になってますね。ダウンフォースがちゃんとかかっても、はい、それがちゃんと車に、はい、トラクションとしてかかるように、やっぱり土台にちゃんとついてないとやっぱり動いてしまったりとかそういったことがあるので、僕らはちゃんとこれいいですね、ちょっと手間にはなってしまうんですけど、はい、ちゃんと穴を開けて取り付けるという形をしてますね。穴もついてると。そしてあとは後ろの、はい、後ろのデビューさんのマフラーも、もう、はい、マフラーでレーシングカーじゃないですか、もうこれはインパクトが、はい、これもこれはフルバンスか下だけですか、これは下だけですね、はい、下だけなんですが、はい、ここのダクトも、はい、純正のバンパーをカットしてこの部品を後付けすることによって、はい、バンパーごと全部交換しているようなデザインに確かに見えますね、はい、これ純正加工でしょ、これどっか綴らなかってたりするんですか、こちらはすみません、ちょっとダミータイプにはなってしまうんですけど、はい、一応これはもうここは完全デザインコンセプトで、あんまりここは空力とかっていうのが影響しないところなので、はい、なるほど、はい、そしてこの下側がごっそり、ね、はい、交換されてる、交換してるって形で、マフラーもこのエアロ専用のマフラーという形になります、ね、はい、あ、本当だ、はい、
これ前から後ろまでですね、触媒庫前交換って感じですか？これは触媒庫前交換で来てますので、はい、もちろん車検対応の、マフラーですので、そこら辺は安心して使用できるようになってます。そしてトムさんのロゴも入ってて、はいはい、そうですね、これで車検通らないんですって言ったら人笑いあったここまでやって、はい、こんな感じに。これちょっと GR ヤリスのイメージ全然違ってきますね。そうですね、結構ここら辺のクラスになると、このサイズ感にしては元々のベースの価格が他の国産に比べて高いってなると思うんで、うん、まあ、結構ゴルフとか GTI とかああいう車から乗り換えても違和感がないとは思うんですね。なのでそこにちょっとトムスのテイストをプラスして、ちょっとやんちゃな感じにしてるんですけど、ストリートで十分使えるっていうようなデザインにしてますね。もうボンドグループでももちろん組み込み可能ですので、はい、お気軽にお問い合わせください。ぜひよろしくお願いします。そして続いてはこちら、はい、スープラの方も、はい、じゃあ前から、はい、これスープラめっちゃかっこいいですね。そうですね、これはオートサロンで3年前ぐらいのオートサロンでちょっと発表させていただいたんですが、まあ、トヨタが久しぶりにスープラを復活させるということもありまして、で弊社の方もずっとスープラでレースをやっていたというのもありますので、思い入れがやっぱ強い車ですので、思い切ったことをしてみようというので、もう全部オーバーフェンダータイプを作らさせていただきまして、これもう全体的な迫力が、はい、そうですね、この車は本当にレーシングカーが街を走っているようなイメージで作ってまして、実際のボディの横、全幅も GT カーに合わせて 1950mm ってサイズに。そうなんですか。させていただいてるんで、はい、実際の GT カーと同じボディサイズ横幅はしてますね。もうラッピングさえすればもうそのままなんかレーシングカーになっちゃう。そのままレーシングカーとしてもそんなイメージ、はい、ただ僕らは本当のレーシングカーと、まあ、サーキットを走るっていう車はやっぱレースやってる会社はレーシングカーが究極の車だと思ってるので、うん、あくまで、レーシングカーのテイストで街中でストリートで普通に違和感なく走れるっていうコンセプトで車両開発をしてますので、はい、具体的にはこれどの辺から変わってるんですか？はい、こうですね、全部まずここら辺に純正のガーニッシュを追加してまして、はいはい、まあ、ここら辺 のフロントバンパーのちょっと間抜け感をちょっと抑えている形で伸びやかなイメージにしてます。なるほど、はい、でここのエアロパーツは全部これドライカーボン製になってます、はい、あ、そうなんですか、はい、いわゆる見てくれではなくて本物の、はい、ちゃんと合成があるやつです、ね、合成があるドライカーボンタイプを全部使用させていただいてます。でこれも全部奥まで、はい、全部奥までです、ね、そして純正のビスが止まるところが全部使えるように、はい、全部使えるような、はい、は形になってますの でこの、ドライカーボンのエアロパーツに関しては、はい、ワイドボディにしなくても通常のボディのスープラにも取り付けできるようになってます。なるほど、はい、なのでデザインがここで終わらせているのは、はい、通常のボディにも合わせるためこういったデザインをしてます。なるほど、じゃあワイドにしたくないよという方はこれだけつけることも、ね、エアロパーツだけでもできるようです、はい、これ前回り全然違いますね、迫力が。そうですね、ここまで変わってるとやっぱノーマルと比べるとかなり変わってる感は出ると思いますね、はい、そしてあとはフェンダーも先ほど言いました。そうですね、フェンダーも、はい、まあ、スープラって結構特殊な車でして、はい、結構どこまでがボンネットか分からないようにするっていうのがあるんですけど、はい、そこはこの車はもともと弊社の方でコンプリートカーとして販売させていただいてまして、まあ、車を弊社の工場に持ち込んでいただいて弊社の方で全部そこら辺を加工してつけているので、まあ、見た目がどこから加工しているか分からないというようなことをさせていただいてます。なるほど、はい、パーツとしてはここと、はい、フェンダーですね、はい、で実際のこのボンネットも加工してます。あ、これボネットも加工になってるんですか、はいはい、一般ユーザーがつけようっていう場合はどうすればいいんですか？一般ユーザーの方は、はい、弊社にお越しいただくか、はい、ボンドさんでつけていただければ大丈夫です、はい、現品加工になるんですか？そうですね、現品加工。なるほど、純正のボンネットを生かして裏を加工して、純正のボンネットがどこまでかっていうのがスープラって結構微妙な車でして、はいはいはい、結構このデザインにただオーバーフェンダーつけても意外とここのところで成立しなかったりするので、ノーマルの車両と見比べていただけると、あれ、ここも変わってるぞっていうのが分かっていただけると思いますね。じゃあこの辺がごっそり変わってる感じ、はい、パーツとしてはこれとこれとこっちが、そうですね、はい、であとは、先ほどのフロントのエアロから続いた形でサイドのエアロパーツがついております、はい、でこちらも全部ドライカーボンですね、はい、
はい、これももしかしたらワイドにしなくてもつけられるやつですか？はい、こちらもワイドにしなくてそのままノーマルボディにも装着可能です。でワイドにしてもちゃんとこのラインが合うようになって、はい、合うようにデザインをしてますので、はい、でしっかりここも全部抜けてるという。そうですね、はい、はい、本当にエアロパーツですね。なんかドレスアップのなんかパーツというよりかは、もちろんドレスアップの要素も必要なんですが、はい、やっぱりあの機能部品としてのエアロパーツとしてやっぱ成立しないとこの車は特にあの満足しない方も多いと思いますので、ちゃんと御殿場 の, そのレース関係の工場とかと全部あのそこら辺は連携して、まあ、ここはちゃんとこういう形状じゃないと前から来た空気が抜けないよねとかっていうのは全部計算して作ってますので、結構あのちゃんと乗っても体感していただけるエアロだと思いますね。こんな感じ、はいはい、そしてこのまま横がつながって、はい、横もすごいですよね。なんかここが立ち上がってたり、ね、下が立ち上がってたり、またフェンダーキットにさせていただいてますね、はい、リアはこのオーバーフェンダーだけになるんですか？はい、リアはここですね、はい、こっち側は触らず、ただボディの方は、はい、加工してですよね、はい、つけてます、はい、なんで太いタイヤがちゃんとはけてフェンダーに当たらないようになってる、はいはい、そして後ろ、はい、後ろも、はい、まずはこの下回りの純正のボディにも装着可能な、はい、ドライカーボン製のリアのディフューザーですね、はい、これも造形すごいっすねここら辺がちょっとかなり、はい、いろんな要素が絡んでまして、ちょっと一見すると派手に見えるんですが、まあ、この形でちょっとまとまりがあるようなデザインにはしてます。でもちろんこれも空力を考えて作ってますんで、ここら辺はあ、まあ、純正があるんで、ちゃんとマフラーのところまで、はいはい、つながるようなディフューザー系じゃない。でこれは、はい、弊社の専用のマフラーと同時装着。あ、なるほど、はい、ここが大きく形が変わるので、はい、必ずこれは同時に装着していただかないとちょっとここは成立しなかったりするので、はい、まあ、僕らとしては今この左右4本出しっていうのをやらさせていただいてまして、うん、一応これに見合ったデザインのリアディフューザーっていうデザインにしています。なるほど、はい、そしてカーボン面もちゃんと中央による。そうですね、全部揃った、はい、ここら辺はかなりこだわってまして、やっぱり海外製、ちょっと言っちゃ悪いんですけど、海外製とかだとやっぱり目が合わなかったりとか、うんうんうん、そういったクレームもよく僕らはよく聞くんですけど、やっぱり僕らはなるべく純正基準で作りたいっていうのがありますので、まあ、見えるところはもちろんなんですけど、見えない部分でもカーボンの目とかそこら辺にはかなり神経使って検品もしてますんで。もうカーボンパーツって言ったらもうレーシング直系ですもんね。そうですね、はい、もうレーシングだったらもうボディも至る所がカーボンなので、ね、ちゃんとその辺の技術が入ってると、はい、だってこのウィングめっちゃいいなと思ったんですよ、はい、これ今日朝見てめちゃくちゃかっこいいなと思って。ありがとうございます、はい、これはやっぱり GR ヤリスと一緒で海外の反響がありますね。やっぱり日本ですとなかなかそのウィングつけてストリート走ってるとちょっとやりすぎ感が出てしまうってなるんですけど、海外の方とかは結構そこら辺は逆にある方がいいっていう前提で乗られてる方が多いみたいで、非常に海外とかからの今問い合わせが多い状態ですね。なのでこれもちゃんとダウンフォースを加味して作ってますん で剛性もしっかり出る止め方をしてますので、はい、びっくりしました、はい、でちゃんと純正のハイストップマントがこれだと見えなくなってしまうので、はい、他車種をここに流用させていただいて、ね、あ、そういうことなんですね、はい、もちろん日本国内で乗る場合でも、はい、車検とかそういうのは問題ないようになってますね、はい、でじゃ高さ調整もちゃんと、はいはい、若干の調整ができるようになってます、はい、なんか80スープラとかってこうウイングついてるのは、はい、僕の中ですけど、はい、定番なイメージだったんですけど、はい、なんか現行のこの一番定番、僕の中での一番定番になりそうな、あ、本当ですか、そのぐらいなんかこうまとまり感と、ありがとうございます。もうあと位置も重要じゃないですか、はい、そうなんですよね、このウイングって結構ウイングって見てくれだけを追っかけてしまっても、はい、やっぱり空力って効かないですし、かといって空力ばかり追いかけると、うん、もうね、街中走れないような形状になってしまうので、どこで落としどころをつけるかっていうところは難しいんですけど、まあ、ここら辺がまあ色の空力とデザインのバランスが取れた位置だなっていうのでここに決定してますね。でこれも全部ボンドグループでできますので、はい、こちらもお気軽に持ってください、はい、あと一応ですね、はい、内装部品なんですが、内装もやってあるんですよ、はい、内装もですね同じく、全部この辺がドライカーボンの、はい、パネルをつけさせていただいてますので、まあ、結構目立つところなんですけど、ここら辺とかですね、このドアシルのところ、ドアシルいいっすね、あとはここのステアリング周りも
スタイリングはそれ貼り付けタイプですか、はい、これは貼り付けタイプですね。なるほど。で、こちらも、ドライカーボンタイプを使ってまして、はい、じゃあなんで室内でドライカーボンの必要なのっていう意見はあるんですが、はい、実際ドライカーボンってもともと焼いて熱を入れて成形している部品なんで、あの熱変形に強いんですね、うん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 、なので夏場とか日本でもかなり暑くなって車内とか80度ぐらいまで上がっちゃうことがあるんですけど、そういった場合でももともとドライカーボンで熱に強い素材で作ってるんで熱変形が起こりにくいので、あ、なるほど、使っていてもあの浮いてくるとかそういったことがだいぶ改善できるかなっていうのでドライカーボンを採用しています、ね、で外装と内装、はい、カーボンでまとまったこんなインテリアになってます、はい、さあというわけで今回は都内某所ですごいシミュレーターとトムスさんのコンプリート化を紹介してもらっちゃいました。まあ、トムスさんの製品ボンドグループでいろいろ取り扱いできますのでお気軽にお問い合わせください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。